ここからは記者解説のコーナーです薬物の蔓延が社会問題化する韓国で有名,有名俳優やアイドルグループのメンバーら芸能人の薬物疑惑が相次いでいます韓国社会に何が起きているのか韓国の薬物事情を ANN ソウル支局の河村聡記者に解説してもらいます え川村さん、まずはこう日本でもニュース報道されているんですけれども韓国国内で今、薬物が広がっているということなんでしょうかそうですね、もう本当に大きな社会問題になっていますね、えー、例えば検挙の件数であったりとかあとは密輸、使用として押収された量とかこういったものを見てもですね今年もう軒並み過去最悪を更新しているんですね。 でまあ、これだけ、えー、この件数が増えている中で、まあ、さらにこの有名芸能人、も本当に超大物芸能人の、まあ、疑惑が持ち上がったことで、まあ、さらに大きな話題になったというような状況ですねその有名な方芸能人の薬物疑惑っていうのはどんなものがあるのか教えてください。 そうですね最近、大物が2人疑惑に上がりました、まず1人目がですねイ・ソンギュンさんと、この人、有名な俳優さんです、あの今、映像もご覧いただいてますね、はい、日本でも大ヒットした映画、パラサイトなどに出演をしています、で先月の末にですね警察に出頭しました、今月に入っても4日に再び警察に出頭しています。 でこの出頭といってもですね出頭というとこうなんかこう自分が、えー、本人が認めたみたいなニュアンスに取られる方もいらっしゃるかもしれませんけれどもまあ、あくまで、えー、取り調べを受けるために警察に行きましたというような状況ですで韓国メディアによるとですねイ・ソンギュンさんこんな感じで供述しています。うん え、遊施設の女がま何か渡してきたと。まあ、ただ自分は何かは知らなかった。麻薬とは分からなかったんだっていうようなことを供述しているということなんですね。はい、まあつまり、何かしらこう摂取したことは事実上認めているんですが、まあ、あくまで麻薬とは知らなかったんだっていうような主張をしています。で、実際この警察に出頭して取り調べが行われました。例えば髪の毛とか。 あまあ体毛とかこういったものを採取してですねえ検査を行われたんですがまあこういった検査ではこの人、陰性だったということなんですね、はい、でまあただ、これで完全に白になったというわけではなくてこの検査というのは大体8ヶ月から10ヶ月ぐらいの範囲をこう調べると言われてますんでまあそれより前のことだったりとかあとはこう何か取引に関わっていたりとかそういった部分に関してこれから調べがさらに進んでいくというような状況なんです。 でもう1人いますね、はい、この人、G ドラゴンさんという名前聞いたことある方もいらっしゃると思うんですけれども、はい、今、映像に、ま、出ましたね、はいたえー、人気 k p o p グループ、ビッグバンのメンバーです、えー、この人も今月6日に警察に出頭しました、あこれも同じくこの取り調べを受けるために、まあ、あくまで任意で、えー、捜査に協力しているというようなあ状況なんですけれども。 私も実はこの現場行ったんです、あの彼が出頭していく<あ>来る現場、はい、取材で行ったんですけれども、まあ、本当にこう見てわかるように、ですね、まあ、驚くほどこひょうひょうとした態度というか、あそういった様子が印象的でした、えー、まあ時折、笑みも浮かべたりして、ですねあと報道陣の取材にもですね結構ゆっくり時間を取って対応しているんです。これ今見ていただけるようにに、うん、本当に 多くのメディアが来てました、うんえー、日本のメディアとか欧米のメディアも来ていてカメラを向けられる中で、まあ、ちゃんと立ち止まってですねこういったふうに質問に答えているんですね。はい、でその中で、えー、事実無根だということを明らかにするために自分は来たんだということで、まあ、改めて薬物使用この場でも否定しました。はい、でその後の後こ人にもですね検査を行われまして 当日行われた簡易検査ではあ、まあ、ひとまず陰性が出ました使ってないんじゃないかというような結果が出て、はい、その後精密な検査が今行われているというような状況ですねどうしてこの2人がその捜査線上に浮かび上がってきたんでしょうかそうなんですこの2人がですねこの警察の調べに上がってきたキーワードとなるのがです、ね、カンナムの。 会員制個室サロンというところでこれカンナムというとまあ日本人も知っている方多くいらっしゃると思うんですけれどもソウル一の繁華街ですね、ここにあるまあ高級クラブ日本でいうと高級クラブみたいなところです、例えばですねこの席代だけでも数十万すると言われたりとかあとはわれわれみたいなこう一般人がですねいきなり行っても入れないですね、会員じゃないと入れないというような本当にこうまあ言えばと閉ざされた空間なんですけれども。 まあその中でで麻薬がが出回っていいるんじゃないかととうことで警察が捜査していたんですでその捜査の中で従業員が実際に逮捕されて、まあ、その話としてそこに出入りをして何か薬物使用に関与していたんじゃないかということでこの2人の名前が挙がってきたということなんですね。はい で実際にどうなのかということに関して捜査、うんまあの,の結果を待つしかないんですけれどもさっきお伝えしたあイ・ソンギュンさんの供述によればですね、えーまあ、少なくともここに出入りしたことは認めているとで、えー、一方で G ドラゴンさんは出入りした事実について、えー、聞かれてもこれ名言を避けています、えー、ですので、まあ、こういった部分であったりとかあとは2人の交友関係とか、はい、まあそういったことについて今後、捜査が進んでいくというふうに見られますね。 こうした報道について、こう韓国国内の反応というのはどうなんでしょうか。いややっぱりファンはですね、残念だという声非常に多いですね、うんえー。まあお二人とももうファンも多いですし、まあ特にイソンギュンさんなんかはですね、これドラマでまあすごくいい役を演じているんですね。うん、まあそういったこともあって、まあそんなイメージがなかったというような感じでショック受ける人も多いんですが、うん、一方でですね、話聞いてると。 こんんな声も上がってくるんですね、はい、まあ身の回りでも最近結構聞くから、まあ、特に驚かないよという声も多いんです、まあ、そこが私、ちょっと印象的でしたねそ身の回りっていうのは自分たちの近いところでも薬物が蔓延しているとというううことなんででですそうですすかそそ知り合いの知り合いでそういう話聞いたことあるとかあ周りでもそういう話聞いたとか、まあ、そういう人が結構多いんですね。 でさらにニュースを見ていてもですねこの本当に身の回り近いところで起きるニュースというのも最近、本当に今年に入って多いんですね、韓国で。まあ、印象に残った事件二2つありまして、はい、まず1つ目がですねこすごいドラマみたいな話ですけれども、えー、今年の4月の話です、あのはい、韓国のですね学習塾が集まるエリアがあるんですけどそこでまあ試飲会と称してですねそこを通っている高校生とか あ受験生予備校生とかにですね、うん、あるドリンクが配られたんですね、はい、でこのドリンク集中力が上がりますよっていう謳い文句でですね配られていたんですが実はこれに薬物が入っていたとでまあ、配って何にするかとどうするかということを言えばですね、はい、この後この飲んだ子たちのですね保護者に電話をかけるんです、はい、電話をかけてまあ、お宅の、えー、息子さんとか娘さんがですね薬物を 使ったとということを警察に通報しますよということで、えー、脅して金銭を要求するという、まあ、いわば詐欺なわけなんですね。はい、まあ韓国どうしてもやっぱり受験戦争日本以上に厳しいですから、まあ、そういったところの、えー、保護者心理につけ込んだ詐欺ということでこれ、えー、警察がその後男女6人を拘束しています。はい、その後の後捜査で拘束とということになりました でもう一つありまして、はい、これさらに身近な話なんですけれども、はい、これ先月の話、ですねソウル市内の複数の大学である名刺サイズのカードがあちこちで見つかったんです。はい、これ何のカードかというとここにですね液体大麻という言葉とともに欲しい方はここに連絡してくださいということで QR コードがついてるんですね、まあ、いわわばこのの薬物の広告カードチラシだったわけなんですけれども こちらはすぐにですね学校があまあ注意喚起をしたことで事なきを得たわけなんですけれども、はい、まあいずれにしてもこういったあ身近な場所、うん、まあさらにですね子どもがこう行き交う若い世代が行き交うソウルのど真ん中の学生街でということで、はい、まあ一般市民もですねいよいよこう他人事じゃなくなってきたなというような空気ありますね実際にでもそういう薬物に手を染める若者も出てきているんですか。 そうなんです増えてしまっているんです、ちょっとデータを用意したんで見ていただきたいんですけれども、はい、これ1つ目に見ていただくのが韓国の検察が発表しているデータですね、はいえー、麻薬類の検挙数ということなんですけれどもこれ2021年までのものを見ていただいてますけれども、はい、もうぐんぐん増えています、10年前と比べて、えー、10年間でも2倍ぐらいになっているんですね、はいでまあ、さらにここに書かれていない今年もですねさらに多くなっています。 まあ夏の時点でですね、去年の合計をもうすでに上回ってしまったというようなデータもあるぐらいも今年は本当に爆発的に増えているんですけれども、はい、まあその中でも注目してほしいのがこの二枚目のグラフなんです。ちょっと出ますかね。はい、あ、あ出てますね。こちらですね。これ今年の1月から7月までに検挙された人たちの年齢別に分けたグラフなんですけれども。 青で塗った部分30代以下の若い世代がですねもう本当に半分以上占めてるんですね、はい、で、さらにこのグラフで見るとですね割合としては少なく見えるんですけれども、はい、10代がですねもう急に増えてるんです、はい、この数字で、えー、これ7月の時点なんですけれどもすでに去年の倍に達してしまっているとまあ、それだけこう若い世代にですねどんどん広がってしまっているというような感じなんですね 急激に広まってきているということなんですねそうなんです、えー、やっぱり背景にはですねこの薬物使用のハードルが下がってしまっているということがあると思います、はい、まず一つ目はですね低価格化が進んでいるんですあの薬物が安くなっちゃっているんですね、うん 韓国で最近よく言われるのはですねフライドチキン1つとかピザ1枚とかこんなような値段で薬物が手に入るという,ふうに言われるんです、まあ、日本円にすると大体いい2000円いかないぐらいですね、うん、まあこれぐらいこう手軽にですね入手できてしまうということに加えて、はい、え最近のこうスマートフォンの普及とかもですね影響しているんです。これ日本でもちょっとと前にに話題になりましたけど人癖の高い SNS はい、日本ではあれですよ、ね、あの闇バイトの事件の時にちょっと話題になりましたけれども、はい、要は警察の捜査が及びにくいと、えー、通信履歴とかを遡りにくい SNS として、えー、テレグラムというのが使われているんですけれども、はい、まあこういった SNS を使った取引であったりとか決済もまあ従来のクレジットカードじゃなくてですね仮想通貨を使ったりとか。 まあ、要するにこう足がつきにくい取引っというのが最近横行しているということなんです、まあこういった背景があって、はい、まあただ言ってもです、ね、ハードルが下がっているとはいえ実際、われわれみたいな普通の人たちがそこにアクセスできるのかというのをです、ねうん、私もちょっと実は試してみまして、はい、もちろん購入はしてないんですけれども。うん 韓国の SNS であったりとか検索サイトでこの薬物のですねインゴとかをこう調べるわけですね、はい、そうするともう本当にびっくりするぐらいすぐですねいろんなあ先ほど申し上げたテレグラムの ID がこう上がってくるんです、はい、まあ薬物を指すこのインゴとともにこの ID がですね横に添えられてるんですね こういうのを見てみるとこう安全取引でばれませんとか、はい、あ絶対秘密は厳守しますとかあとはすぐにお届けしますよみたいな文句が添えられてまあ要はそのテレグラムの ID にアクセスすれば取引ができるというようなことになっていてさらにその先もですねある韓国メディアが実践しています。実際そのテレグラムに連絡を取るとですね すぐに薬物の種類とかあとは値段が書いたこうメニュー表みたいなのが送られてくるっていうんですね、はい、でそこでさらにこうやり取りを進めているとじゃあどこに届けましょうかという,もう本当に具体的な購入一歩手前までいくということでこれびっくりするのがです、ね、探し始めてからこの購入直前ここまで行くまでにわずか3分でたどり着いてしまったとっいうわけなんです。 まそれだけこう手軽になってしまっているっていう背景があるんですね想像以上に簡単にたどり着けてしまう印象なんですけれどもこれ、うん、その購入する時に自分の ID だったり身元っていうのは明かさなくてもそこまでたどり着けてしまうんですか そうですね、まあ、SNS なのでそれ用のこうアカウントを作る人もいるでしょうし、まあ、なかなかそこからはこうたどりにくいと、うん、警察が捜査してもたどりにくいということもありますし、うん、今、購入までの流れを説明しましたけれども、はい、もう1つ、受け渡し、えー、ここまあ警察も特にこう力を入れてここでなんとか捕まえようということでやってるんですけれどもそこも最近、手口が巧妙になっているんですね。ね、はい 韓国で最近よく使われているとされるやり口がですね投げって呼ばれる手法が使われているようなんですこう投げるとて物を投げるとかの投げなんですけれどもこれどんなやり方かというとですね特定の場所ある場所にですね薬物をまず置きますとでそれを買い手がピックアップしますとつまりこう直接対面せずに取引が行われているんです。ねここれれれ今見てていいいいただいているののは実際の現場ではないんでなんすけれども えまあ今、韓国で注意喚起がされているこういった場所にこうやり取りがされることがありますというような場所でこういったようなこう監視カメラとか人目の少ない路地のまあ例えば電気メーターの中とか配管とか室外機の影とかまあこういったところが使われているそうなんですね。ででもそそううううういいいいいいとところにに実際にですねごめんななさ近づてたら怪しか 行動が見られたらちょっと怪しまれるんじゃないかなと思うんですけれども、うん、そうですね、まあ、もちろん警察もそういったところお何か怪しいことがあったら、まあ、通報してくださいというような呼びかけは行っているんですけどここがまたですね、えー、手法が、はい、あ工夫がされていて、うんまあ、例えば怪しまれないようにですね若い学生をこう運び手に使ったりとか、うんまあ、あとはですね防犯カメラってしばらく経つと映像データ消えますよね。はい こういったことを使って例えば薬物を置いて1ヶ月そこで寝かせるとで防犯カメラの映像が消えたところでこう取りに行かせるというような手法が使われています今、実際の映像もご覧いただいてますね、はい、あこれ防犯カメラで捉えられた映像ですけどこ,す、ね、まあこんな感じで,です、ね、郵便受けとかにこう薬物を入れるんですね。 でその後、買い手に連絡をしてここに置いているので取りに行ってくださいというような手口が今、本当に横行しているというような感じなんです巧妙化しているということですけれどもそういった理由で蔓延しているということは分かったんですけれどもこう薬物ってちょっと怖いよねという認識が私の中ではあるんですけれどもそういう気持ちだったらこうなかなか自分から手を出しに 行くことは少ないんじゃないかなと思うんですけれどもこうそういう,こう意識の変化だったりっていうのは何かかあったりはすすするんでで、うん、そうですね、まあ、こう難しいんですけれども、うん、まあこれだけ件数増えてますけれども、まあ、とはいえ韓国のこう若者たちがです、ねえー、何かこう例えば大麻ぐらいみんなやってるよみたいな意識になっていたりとか、まあ、そこまではないですね。うん 私がこう住んで生活している感覚で言っても日本の若者とそこはそんなに大きく変わらないんじゃないかなと思います。この心理的なハードルというよりはむしろさっきお伝えしたようなこう物理的な技術的なハードルが下がってしまっているというがまがどちらかというとこののの問題の背景にはあるのかなと思いますねとコメントで質問が来ているんですけれども60代にも多いのはなんでなのというコメントがあるんですけれども。 そうですねグラフ見ると60代も結構多いですよね、はいまあ、韓国、そうですね、これ難しいですけれども、まあ、お金を持っている層がいたりとか、まあ、あとはこれ、えー、ごめんなさい、グラフがちょっと間違ってますね、60代以上っていうこれ項目なんですね、以上本当は。はい、ですので、まあ、そこら辺のちょっと数字のロジックっていうのもあるんですけれども、はいまあ、それにしてもこう意外と多いですよね、若者が多いイメージっていうのがあると思うんですけど。はい そうですね。意外と高齢の方にも広がってきてしまっているという印象ですか。うん、政府だったり警察の対応っていうのはどうなってるんでしょうか。いや、これ警察もですね。かなりこの問題重要視してますね。危機感というのはすごく感じられます。うん、このソウルで暮らしているとですね。もう本当はあちこちどこに行ってもですね。薬物の注意喚起のポスターが最近よく貼られてるんですよね。例えばバスとか駅の前とか、はい。 まあ警察署とかにももちろんデカデカと貼ってますし、うん、まあそういう今、最重要マターなんだなと感じます。でさらに、こっちでは韓国ではですね検察もあの捜査をするんですけれどもこ、はい、今年からちょっと方針を変えていてでたと、ねえー、え初犯であっても最初からこう拘束をして基本的には捜査を始めますというような方針転換もして対応は強化しています。で あと具体的にはですね入国時の検査体制を強化したりとかあとはネット上のパトロールを強化したりとかはしているんですけれどもまあなかなかさっきお伝えしたような SNS だとか仮想通貨を駆使した取引にに苦戦しているというのがどうしても今、現状ですね。あとコメントでも質問が来ているんですけれどもこう薬物に対しての,その量刑について。 いくつかコメントが来ているんですけれども、そのあたりはどうなってるんですか。い確かにそうなんですよ。他の国ではですね、薬物に関する犯罪でも最悪の場合死刑があったりとか。うん ああそういったことがあるので実は韓国のですね国会議員の中からもそういう声ちょっと出てきているんですね。うん、もうちょっと罰則を強化するべきじゃないかというような意見も出てきているんですけれども、まあ、こういう議論がですね今主流になって大きく盛り上がっているかというとそうででもないですね、まあ、韓国ではどちらかというと取締りの強化であったりとか啓発を進めたりとか。 まあ,あとはむしろこうやってしまった人のケア再発防止というところに力を入れていきましょうというのが今の流れですねあと最後にもう1つコメントが来ているんですけれども韓国へのルートはどこから来ているんですかという質問があります。 いやこれは難しいですね、1時間、日本から流れているみたいな話もありましたけれども、まあ、明らかになって、るのは今、どこかのルートが、なんというかですね、大きく開いたから、そこから流入しているというような話は特にないですね、うん、その辺も今、税関でこう水際対策ということで、力を入れているとということですね分かりました、河村さんに伝えてもらいました、ありがとうございました。 最後までご覧いただきありがとうございます。アベマニュースキャスターの辻歩です。これを機にぜひチャンネル登録よろしくお願いします。